はい、こんにちは、みつくんです。今日はですね、またね、後ろ見たらわかるかな、伊勢中川駅に来ておりますということでね、はい、伊勢中川駅に来ているんですけど、今からね、伊勢志摩ライナー、近鉄伊勢志摩ライナーに乗ってみようと思います。これのね、デラックスカーに乗ってみようかなと思います。はい、まあアーバンライナーね、前回アーバンライナーのデラックスカーには前回乗ったんですけど、今回は伊勢志摩ライナーのデラックスカー、まあ何が待ち受けているのかなっていう感じなんですけど、まあデラックスカー、アーバンライナーとさほど変わらないんじゃないかなっていうような思惑もあるんですけど、まあ伊勢志摩ライナーのデラックスカーに乗るのも初めて、まあこれでね、ちょっと行ってみたいと思います。で、目指すはね、宇治山田駅にちょっと行ってみようかなと思います。はい、それでは、今日は、行ってみましょう。サクッと行ってみましょう。よろしくお願いします。イエイ。さあ、もうおなじみになりましたね、ここも。行ってみましょう。いやー、それにしても今日夜勤明けでね、ちょっとお昼寝しただけなんでね、非常に眠たいです。はい、さあ行きましょう。4時10分ですね。はい、行きましょう。伊豆の川雪急行、まあ、これ乗った方がね、早いんですけどね、なんという無駄な特別料金払って特急乗るというね、この乗り鉄の醍醐味ですよ。これ乗った方が絶対早いのにもうねえ。さあ来ちゃいます。来ちゃいますよ。電車の番号は後ろの方から1号車2号車の順です。さあ来ました。いろいろとね、紹介できたらいいんですけど、さあ行きましょう。よし、行きます。すごい、伊勢志摩ライナー、すごいすごいすごいっすよ、これ。しかも誰もいない、誰もいない。すげえ。よし、座ります。いえまたピースしちゃったけど、ドラマ閉まります、ご注意ください。閉まっちゃってください。こんな感じですね。行ってきます。行ってきます。はい、ということでね、スタートしちゃいました。ということでね、ちょっといろいろ紹介してみましょう。伊勢志摩ライナー、まず早速ですね、やっぱりね、すごいのはこれがすごいんですよ、伊勢志摩ライナー。これ後ろなんですけどね、前も一緒のような感じになってます。見れます、前面で。これは後ろです。こうやってね、すごい綺麗なんですよ。綺麗でしょ、これがね、すごいいいです。で、ここに座ってね、ここに座って、まあこういう感じでね、こういう感じで見るんですよ。これすごいでしょ。これまたね、全面展望をやってみたいんですけど、まあそんな感じでね。はい、シート自体がね、すごいシートになってます。はい、この伊勢志摩ライナーっていう、このこれで、こうですね、すごい座席が広いですね。はい、広いです。
で、フットレストがあります。これも普通のフットレストですね。あとはですね、これはシートはもうボタンですよね。ボタンボタンで倒れるようなシートですね。ちょっと押してみますね。これ倒れ心地はまずまずなんだなっていう感じですね。こんな感じですね。これですね。ちょっと半分でおしゃれなのかな。はい、おしゃれですね。って言ってる間に松坂登場で、コンセントね、ここ、これやっぱり重要ですよね。コンセント、これがないとやっぱりやってられません。やってられません。室内もね、真珠でしょうね。真珠の何かをやってるのかな。これ真珠ですよね、うん、すごい真珠をかたどっています。乗り心地は非常にいいです。はい、松坂ですね。松坂駅出発です。入りました。やっぱりこれがサロン市、これはすごいよね。これはすごい席やね。テーブルもあって、ちょっとねテーブルが汚いっていうのもかもしれない。すごいね。ああ、ちゃんとコンセントも2つあるし。電動カーテンですよ。電動カーテン。すごい。
いですね。さあ伊勢市を出発しました。伊勢市からね、宇治山田まで、600メートルぐらいしかないんで、すぐ着きます。ほんとすぐやな。まもなく宇治山田に到着します。お出口は左側です。扉にご注意ください。 We will soon make a stop at 宇治山田。 Station number M74. Please take care when exiting from the left side of the train. さあ、宇治山田に着きました。宇治山田駅に着きました。宇治山田駅です。失礼します。行っちゃいましたね。あら、賢島まで行くんでね。はい、ということでですね、伊勢市、まあ、ライナー、伊勢島ライナーね、ちょっとねご紹介できたと思います。またね、すごい良かったと思うんですけど、ちょっとね、いい感じだったと思うんでね、またね、もしよかったらね、グループなんかで来られるときサロンカーとかね、乗られたらいかがでしょうか。はい、ということでね、今日はこれで終わりたいと思います。ちょっとアナウンサーと被ってるんですが、すいません。ご視聴ありがとうございました。失礼します。